築200年廃墟になってしまった祖母の家、荒れ果てた庭にゴミだらけの家、この家の歴史を守るため3人の孫が立ち上がった。廃墟を古民家宿へ。おはようございます。おはようございます。今日はこっちの面にね、断熱材を入れていきます。ここもちょっと難しいとこありそうだね。切らずに引けるとこからどんどん、うん、できますか。そうだね。おなじみミラフォーム。折れた。え？そんなことある。
チャリ。雨がかなりひどくなってきました。一旦お昼です。お腹が空きました。空撮ろうぜ。今日もね、空撮ろうぜは雨降りですが元気にしていますね。ねえ、空撮ろうぜ。こうね、隙間が空いてるんですけど、一番最後にね、この発泡ウレタンを、吹き付けて隙間を埋める感じですね。まあ、これは本当一番最後の作業になります。まあ、今日はここの列をできたので、まあ残るはここのね、複雑な配管の多い、まあ、トイレやお風呂が入るところになりますね。とりあえず今回の作業は以上になります。かなり雨が降ってきました。少しね、肌寒くもなってきたので、そしてお腹も空いたので、これからね、火を起こして料理の準備をしていきたいと思います。今日はね、少し作業もかなり長くなってしまって、もうね、夕飯の時間なので、もうこのままね、廃墟で食べてしまいたいと思います。今いとこは別の作業やってくれているので、その間にね、僕が火を起こして料理の準備をしていきたいと思います。
火がね、安定してきました。今ね、作業終わりで、かなり疲れたし、ちょっと時間もね、遅くなっちゃったので、このままこうで、ご飯をね、食べたいと思います。はい。じゃあ、とりあえず、お湯を沸かして、どんどんね、食材を焼いて、食べれるものから食べていきましょう。はい。トウモロコシ。おー、いいね。これこのままポンポンと置いちゃっていい？もう、いいよ、置いちゃって。あちょ、あちょ、あちょ、なんで？火がちょうど上がってきた。お勤め品です。天然ぶりのあら、あら不思議、あらでございます。しっかり洗ってありますので、ご心配なく。すっごい元気もないよ。焼いてっちゃっていいよ。火力がここ弱い。任せて、今、そのために。おー、さすがっす、パイセン。かわいそうだったんだから。いいね、いいね、いいね、いいね。うわー、いいね。今回は、まあら汁と、はい、トウモロコシ焼きと鶏肉か。お、お湯が沸いてきた。お、ってことはその中にどんどんあらを入れていきます。いい出汁が。こうね、軽くね、焼いたことによって香ばしさもね出てくるみたい。めっちゃ炊けてきた。うわ。そしたらここへだしを。おお、いいね。さらにだしを、ぶりだしに加えて。お湯が溢れちゃいそうですけど大丈夫ですか。おだし、いいね。一旦もどこしさんも置いといて、真ん中で肉も入れちゃう。ちゃう軟骨、野源軟骨、こちら162円です。安っ。焼いてちゃうよ。いいよ。すごい火力よこれ。やばいやばい。これ丸焦げになっちゃう、丸焦げになっちゃう。はい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 。丸焦げになっちゃう、丸焦げになっちゃう。はい。火力が強すぎる。離れ面通り火な。そうです。火ない火ない。なんちゅう火力よこれ。はい、もうお味噌汁というかあら汁、うん、はオッケーです。いや、すんげえ火力。なにこれ。え、やばいよ。火力が大爆発してる。あ、ありがとうございます。うわー、なんか進ませてね。どうする。いい、うん、いいよ。あなたでそんな食うとこはない。車であるね。スフが多すぎるぞ。もうめっちゃいい匂い。もうこれご飯食ってあれしたい。あっちぃ。どっさり。いいね、おいしいね。これで臭みをね飛ばす。いい。完成です。はい、完成。あら汁完成。一品目、すすまみれのあら汁。すすまみれいらん。すすまみれ、すすまみれのぶりのあら汁。せめてじゃああら汁かっこじゃない。
波線に、すすを添えて。それも良さそうです。もろこしも、もろこしも良さそうです。うん、ほいじゃあもろこしひっくり返してくる。食べましょうよ。もろこしね、多分めっちゃいいと思う。マジで。よし、ほいじゃあいただきます。いただきます。あちいな。あちいよ。ほいじゃあ、やげんなんきつをいただきます。うまっ。うん、うまい。ブリも味ついてんだ、これ。ああ、塩気は若干あるかも。そうや、塩かくてね。でも、おいしい。どうしてうまい。野源軟骨っていいよね。肉とさ、軟骨と両方楽しめるじゃん。うんうん、好きなんだよね。ガチを吸い尽くすブリの、うん、これぞ骨の髄まで。おお、食べり尽くす。うん、うまっ。いや、もろこし、お皮を切って、かじけんじゃない、ポップコーンが。うわうわ、いいじゃんいいじゃん、完璧じゃん。完璧、甘そう。やばいよこれ。うわ、ホクホク。これはいいよ。皮のまま焼くとこう綺麗にねできますから。本当だ、すね。うわ、この香ばしい匂い、焦げてる部分は。あっ、あ、うまっ。あ、うまっ。熱いとうまいと甘いの渋滞が起こってます。うん、もうね、凝縮されてる。うん、これを彦摩呂さん風の食レポで言うと、甘みの連続爆発や。カットで。でもめっちゃうまいよ。マジで。うん。いや、本当美味しかった。いや、美味しかったね。大満足。こう作業終わりで疲れてるっていうのもあって、うん、余計に美味しかった。こう疲れた体に染みるというか、うんうん、あ、もう真っ暗になっちゃったけど、うん、まあ、これでね、ここでご飯を、美味しいご飯を済ませれたから、あとは帰るだけです。なるほどね。よっしゃ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで本日の動画は以上となります。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。